ワークに接続するということは、ハブと接続するのみのことです。ハブは通信やサーバーから見ればネットワークの入り口にあたるネットワーク機器である。LANケーブルの充電装置で LANケーブルを接続するためのポートが複数あり、その数だけコンピューターを接続できるというのです。ハブは接続されたLANケーブル間の電気的な中継機であり、ハブに接続されたコンピューター同士は相互にデータを送受信できると述べます。その上で安全なハブはリピーターという中継機の機能を果たしているため、リピーターハブと呼ばれていること。接続するLANケーブルが長くなると電気信号は減衰してしまったり、ノイズの影響を受けて変形したりしてしまうため、距離の離れた情報端末同士を接続させたい場合には、間にリピーターハブを入れて接続させます。リピーターは弱まったり、ノイズが入った信号を増幅や調整して元の信号と同じ強さ、同じ形に直します。このように元の強さと形を取り戻すことによって、より遠くまで信号が強くなります。リピーターはこの減衰してしまったり変形してしまったりした信号を元に復元して送り出す役割を果たしています。音声を増幅させるスピーカーや拡声器のような役割を果たしていると考えるというものが、信号を修正する役割を果たしているだけなので、本来なら中継する必要がないエラーデータをそのまま流してしまいます。またリピーターは途中で減衰してしまったり変形してしまったのが、信号を元に復元して送り出すという役割も立ちますが、入ってきた信号をそのままポート部分に送り出すという役割も果たしています。つまりある情報端末から送り出されたデータは宛先に関係なく、リピーターにつながっている全ての情報端末に届けられてしまいます。リピーターから信号を受信した情報端末は、信号の中のマックヘッダーというものの中身から宛先のマックアドレスを調べます。そして実際にはリンクについてマックアドレスと同じであれば、端末内部にデータを伝えるという方法をとっています。宛先が違った場合はデータをそのまま破棄してしまいます。この時データを送っているのは1台のパソコンとは限らず、それぞれ複数のパソコンがデータを送信しているということもあります。必要以上のデータが2人ネットワークと流れるだけでなく、ケーブルの上やサブ上で複数のデータが同時に流れ、信号の衝突現象が発生しています。信号が衝突すると異常な電気信号が発生されるため、データが破損してしまいます。この衝突を回避するためにイーサネットでは、基本的な通信プロトコルとして CSMACD という方式を取り入れています。 CSMACD の衝突回避の方法の特徴は、コリジョンが発生した際、再試行まで時間を置く、実際にはランダムの数ミリ秒の間隔を空けるという点です。他のパソコンと全く同じ時間だけ間隔を空ける確率は極めて低いので、再びコリジョンが起こるということを回避できます。しかし使用率の高いネットワークではどうしてもコリジョンが発生してしまい、時間のロスが生じる可能性があります。このコリジョンが起こる範囲をコリジョンドメインと言いますが、コリジョンドメインはリピーターに接続されたネットワーク、これをセグメントと言いますが、セグメント全体ということになってしまいます。リピーターは同一経路上に4つまで設置することができますが、接続を増やすと当然衝突の可能性が増え、ネットワークのパフォーマンスが悪くなっていきます。そこで NIC の物理アドレスである MAC アドレスを利用して、該当するコンピューターにだけデータを送信する仕組みをブリーチと言い、このブリーチの機能をハードウェアとして実装したものをスイッチと言います。スイッチはリピーターハブと異なり、実際に通信を行うポート、送信元パソコン、スイッチ
の間にしかフレームがありません。そのため他の生徒は同時にフレームを行えるし、フレームのコリジョンを抑制することができるため熱光学効率が向上します。またスイッチは異なるエレメントをつなげるブリッジの役割も果たします。コリジョンが起こる範囲をコリジョンドメインといいますが、コリジョンドメインが及ぶ範囲の同一の箱に接続された複数のポートをセグメントといいます。スイッチによりセグメントの範囲を小さく分けることにより、コリジョンの発生を起こりにくくすることができます。例えば777のように4台のパソコンがリピーターハブでつながれている場合、コリジョンドメインは1つしかないことになります。つまりコリジョンが起こる範囲が広くなります。これに対して図7の8のように同じく4台のパソコンがスイッチにつながれている場合、コリジョンドメインは4つとなり、コリジョンが起こる範囲が狭くなり、コリジョンを予測することができるというわけです。今見てきたようにスイッチングハブがリピーターハブとなり、実際に通信を行うポート間にしかフレームを流さないのは、スイッチの内部に MAC アドレステーブルというものがあるからです。MAC アドレステーブルとは、スイッチのポート番号とそのポートに接続されているパソコンの MAC アドレスが登録されているデータベースのことです。今、図7の9のように、スイッチのポート1とパソコン1、ポート2とパソコン2、ポート3とパソコン3、ポート4とパソコン4がつながっているとします。ここでパソコン1の MAC アドレスを仮に AA: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 
DB コロン 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 DB パソコンさんの Mac アドレスが CC コロン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  CC パソコン4の Mac アドレスが DD コロン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  DD だとします。ここでパソコン1からパソコン2にフレームを送ろうとするとき、どのようなことが起こるかを見てみましょう。また、まずスイッチの電源をオンにしただけの状態では、Mac アドレステーブルにはまだ何も登録されていません。図7の10のように、パソコン1からフレームが送られてきたら、Mac ヘッダーの情報からスイッチは送信中の Mac アドレスを確認します。次にスイッチは自分の Mac アドレステーブルを確認し、ここに送信元の Mac アドレスが登録されていなかったら、送信元の Mac アドレスである AA コロン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  AA Mac アドレステーブルに登録します。この Mac アドレス学習機能、しかしこの時点では送信先のパソコン2の Mac アドレスはマックアドレステーブルに登録されていません。この場合図7の11のようにスイッチは送信元ポートであるポート1以外のポート2、3、4へフレームを転送します。こういったフレームの転送のことをフラッティングと言います。フレームが送られてきたパソコン2、3、4はマックヘッダーの情報から送信先の Mac アドレスを確認します。パソコンには自分の Mac アドレスが書かれていたので、正しい送信先としてフレームを受信します。パソコン